ナルト考察、異質の人中力、ナルト界一陽キャのキラー B について。キラー B といえば、ライカゲの弟であり、体に8尾を封印されているヒサロで焼いた肌とグラサンが特徴のラッパーです。人中力なのにめちゃめちゃ明るかったり、ライカゲの目を盗んでサブちゃん先生に弟子入りして演歌を学んだりと、人中力だからと不適されていたガーラやナルトからは信じられない異質の存在でした。美獣を操ることができる数少ない忍びですが、マダラのように一方的にお手やお座りを強要するのではなく、相棒である8尾をハッツァンと呼び、ボケとツッコミに分かれて漫才を繰り広げるほど美獣と相思相愛の人中力です。早速実力や実績を見ていきましょう。キラー B の実力。美獣を操れる忍びというだけあって、その実力は忍界屈指です。後半、その力のせいで暁に狙われる羽目になりますが、戦闘の結果、ヒサメの刀をくすねとり、サスケ率いる闇討ち集団タカに逆に大打撃を与えたりしました。ちなみにヒサメもサスケもキラー B の捕獲には失敗しています。B の強さは美獣の力だけではなく、強力なライトをまとって戦う忍耐術や八本の刀を自在に操り戦うことができるところにもあります。ちなみに幻術がかかった場合にも、八尾が体内で B を軽めにどついてくれるので、すぐに幻術から戻ってくることが可能です。つまりツクヨミのような一瞬で相手を崩壊させるほどの幻術でなければ B には効きません。忍術、体術、幻術、総合的に見て隙がない完璧な人中力と言えるでしょう。第4次忍界大戦でのナルトとの出会い。第4次忍界大戦は、トビに美獣を揃えさせないことが目的の戦いです。つまり忍び連合軍にとっては、ナルトと B を守る戦いであり、当初2人は島亀に修行名目で収容されます。もちろん後に2人は戦争に参加することになるのですが、ぶっちゃけ何の勝算があって2人に欠場させたのか謎采配をした五影たち。そのぐらいナルトと B は桁違いに大暴れします。この島亀にて2人は出会うのですが、その際美獣チャクラを操ることができる B はナルトの先生役として登場します。まずは内に秘めた醜い自分と向き合う修行を行い、その後クラマをボコり、キュービチャクラを強奪するやり方や、チャクラで積み木をする美獣チャクラの使いこなし方などといった修行をナルトにつきっきりで教えてあげる優しさを見せます。また人間的な面でもナルトを支えるものとして活躍しています。当初はガキは嫌いと言ってナルトを邪険にしていた B は、修行後には親友と言えるほどの距離感でナルトと接しています。同じ人中力としての苦しみを感じたり、ナルトの前向きな性格に感銘を受けたりしたのでしょう。戦争の中盤では一緒に島亀から脱獄をし、止めに来た己の兄である雷影をぶん殴ってまで第4次忍界大戦に参加するという心の強さを見せました。やはりナルトには不思議な力があると同時に、 B めっちゃいいやつということがわかります。実は男の中の男。当時のナルトファンの中では、 B の初登場時にちょっと空気読めない、あんまり好きになれなさそうなキャラが出てきたなと思った人も多いのではないでしょうか。しかし気がつけば B が好きというファンが増えていました。その理由が、演歌のサブちゃん先生との修行中にヒサメに襲われた際、サブちゃん先生に手は出させねえ、俺がいたらサブちゃん先生を巻き込んじまうといった、相手を思って自分が傷つく選択を選ぶ、まさに男の中の男と言える性格です。自分が好き好んで弟子入りしたサブちゃん先生だからこそ、自分を捕らえるためという暁の戦いに参加させたくなかったのでしょう。この戦いでも美獣チャクラを駆使した戦闘描写や、ライトンを巧みに使った技の数々は B の忍びとしての強さを感じさせました。また B は気に入った相手と積極的に独自の挨拶を交わそうとします。その挨拶がグーとグーを合わすという、まさに認め合った忍び同士が行う儀式のようなものです。その辺の大学生が行うウェーイといった軽いものではなく、B が行うからこの挨拶もかっこいいのです。戦闘スタイル。キラー B の戦闘スタイルについては、さすが人中力といえる具合にド派手です。美獣化しない人型では剣やライトを駆使した忍びの戦いといった見方もできますが、第4次忍界大戦での美獣同士の殴り合いでは、迫力満点のゴジラ VS モスラを彷彿させました。そのくらい美獣化した時の戦闘は規模が大きく、計り知れない術と術のぶつかり合いが起きるのです。一体忍者とは何なのか、日本の伝統について改めて感じさせる B のド派手な戦闘スタイルでした。まとめ。キラー B は後半突如現れた濃い口ソース系男子です。最初はこいつ苦手だなと思っても、噛めば噛むほど味が出るのが B です。強靭な術に美獣の力を自在に操ることのできるハイスペック忍者であり、性格は作中トップレベルの成人であったり、もう最高ですね。あなたの好きな人中力もぜひ教えてください。コメントお待ちしております。